皆さんこんにちは、月TV月パパです。よろしくお願いいたします。本日は、先日ファッションニュースでもお伝えしてたんですけれども、ナイキ×アンダーカバーのコラボアイテム購入できたので、そちらの購入品紹介したいと思います。すごい話題になってたんで、ご存知の方も多いと思うんですが、まあ、特にスニーカーの方、デイブレイクと、ナイキのデイブレイクをアンダーカバーとコラボしたスニーカーが、特にこれご存知の方も多いと思うんですけども、これ、僕も本命はこれが、このスニーカーの黒が欲しかったんですけども、最初スニーカーズで、発売日に抽選したんですけども、外れて、スニーカーズが確か9時から発売だ、9時からと9時半からブルー、色によって発売時間が変わってて、黒もブルーもどっちも抽選外れて、で次、オンラインでドーバーストリートマーケットのオンラインで確か11時から発売だったと思うんですけども、そこでもう挑戦しようと思って、そこはもうオンラインは抽選とかじゃなくて、早いもん勝ちなんで、その時スニーカーはもうすぐダメで、この今回のナイキアンダーカバー、あのデイブレイクの影に隠れてあんまり目立ってないですけども、このウェアも何種類か発売されてて、その中で長袖 T シャツ、その中の、ロング T シャツが購入できたんで、それは、スニーカーダメですぐ T シャツ行ったらサイズ結構欠けてたりはしたんですけども、 M サイズ購入できて、であらかじめはファーフェッチっていう海外のブランドサイトで見てたんですけど、 M サイズでもあの写真がモデルさん180センチ以上の180代後半のモデルさんが M サイズで結構ゆるく着てたんで、あ僕178なんで M でもいいかなと思って、ドーバーストリートマーケットで、M サイズのそのロング T シャツ購入できました。もうその後はすぐ完売してたんで、まあまあ割とラッキーだったかなって感じなんですけども、まあ、アンダーカバー好きなんで嬉しかったです。で早速届いたんでご紹介したいと思います。こちらです。じゃん、ドーバーストリートの袋に包まれてます。楽しみですね。おー、今回ナイキとコラボということで、アンダーカバー、あの高橋純さん、ナイキとコラボで逆走っていうランニングウェアはもう10年ぐらいコラボしてる、僕もランニングするんで大好きなんですけども、今回アンダーカバーとしてナイキとコラボするのは初ということで、その購入したアイテムがこちらです。じゃん、ナイキ×アンダーカバーのロング T シャツです。おお、僕もちょっと初めて見るんで、あ、本当思ったよりでかい、よかった。 M サイズなんでちっちゃかったらどうしようかなと思ってたんですけど、意外に大きいです。価格は1万800円だったと思います。安いですよね、思ったより。もっとする、アンダーカバーとコラボなんでもっとするかなと思ったんですけれども、これに、半袖 T シャツと、パーカーとパンツもあったと思います。確か4型か5型ぐらい出てたと思うんですけども、まあもう一番目を引くのはここですよね、今アンダーカバーのブランドテーマになってるカオスバランスと、大きく入ってます。ただ黒と同系色で入ってるんで、このさりげない感じが個人的には大好きです。かっこいい。バッグがこんな感じです。下の方はこうメッシュ素材が、メッシュ生地が貼り付けてあります。フロントのこの下の部分もこうベルトになってて、調整で可能になってるそうなんですよ。あ、すごい。そうやって剥がしてキュッと絞ったり、ちょっと緩くしたりっていうのが、あの半袖 T シャツとかだとここにベルトがついてたみたいなんですけども、ここで締めたり緩くしたりみたいなのができるそうです。ほんと、なんでしょう、今回ナイキなんでちょっとギア的要素が強い感じで、実用的で、素材も多分ナイキの方の生地を使ってるんで、あの特殊素材というか、主に確かポリエステルなんですけども、ナイキのスポーティーな最先端の素材を使ってあります。で、この袖の部分ですね、中にちゃんと紙が貼り付かないように入れてあります。袖の部分なんですけども、こっち左袖ですね、カオスの C がこっちには入ってます。メッシュポケットの下に C、 カオスの C がプリントされてます。で、ちゃんとここジップで、あの開け閉めできるようになってます。すいません、ちょっと分かりにくくて、ここにジップがついてます。右袖はバランスの B が入ってて、こちらもメッシュポケットの中に B のプリントが施されてます。で、メッシュポケットの B の下には
ここですね、ナイキとカオスバランスと入ってて、下にアンダーカバーかけるナイキとプリントされてます。かっこいい。渋あ、バックの裾の部分のこのメッシュも左右ジップのポケットがついてます。ジップになってますね。なんでちゃんとメッシュのポケットとしても使用できるようになってます。かっこいいっすね、この細かいとこのデザインが。ベルトは後ろまで来てますね、この。はい、首元はナイキのタグがついてます。税抜き1万円です。こんな感じで純高橋アンダーカバーとナイキのマークがついてます。あともう一つ特徴的なのは、多分着た方がわかるんですけども、このビジュアルでも載ってたんですけども、この袖の部分なんですけども、ここに穴が開いてて、手を入れてここから親指出せるようになってます。これまた着た時にどんな雰囲気になるのかちょっと楽しみなんですけども、ナイキのスポーティーなデザインとアンダーカバーのこの洗練されたかっこいい感じがいい感じで相まって、本当はこれにであのアンダーカバーのデイブレイク合わせて着たかったんですけども、スニーカーはちょっと残念ながら購入できなかったんですけども、いいっすね。てかめちゃめちゃかっこいい。思ったよりなんか写真で見るより良かったです。かなりストレッチ効いてますね、この素材。ポリエステル 74% にモーダルとスパンデックスっていう素材が入ってるらしいんですけども、すごい伸び縮みします。このカオスバランスのこのプリントというか、これもちょっと変わってますね。プリントされてるっていうよりなんかこう貼り付けてある感じです。立体的になってます。ちょっとどういう風に合わせるのかまだ悩んでる感じなんですけど、もうちょっと合いそうな自分で持ってるボトムス合わせてちょっとコーディネートしてみたいと思います。じゃん、いかがでしょうか。僕身長178センチの70キロぐらいなんですけども、これ M サイズ着用してます。思ったより大きかったです。良かったです。 L と悩んでたんですけど、まあ L でも良かったかなって感じなんですけど、結構袖が長いですね。まあここが手を入れれるようになってるんで、その分長くなってるっていうのもあると思うんですけど、ちょっと袖長めです。で素材的にちょっと伸びそうな感じなんで、M サイズで良かったかなって感じです。一応ちょっとセットアップっぽく同じようなポリエステルのショートパンツと合わせてみました。で足元はナイキラボの黒のスニーカーです。ちょっとこれがレザーなんで少し浮くかなって感じもあるんですけども、で帽子はアンダーカバーとニューエラのキャップをかぶってみました。いかがでしょうか。ほんとスポーティー要素が結構強いですね、素材的にも。ほんとこのメッシュの感じとか、このちょっとツルンとしたスポーティーな素材になってます。ほんとギア的な感じ、スポーティーに使えそうな。ナイキと高橋純さんのあの逆走のランニングウェアにまあ割と近いというか、このまま本当ランやってもいいような感じの素材感です。かっこいいですね。こうカオスバランスされてます。これ今アンダーカバーのキャップかぶってますけども、ナイキのキャップでもいいかな。ナイキのキャップだとこんな感じです。ナイキのキャップの方がそれこそスポーティーな素材な感じになってるんで、こういう素材感とはバランス取りやすいかなと思います。で足元もデイブレイクちょっと変えなかったですけど、デイブレイクに似たような、スポーティーなデザインのスニーカーとかでもいいのかなと思います。いかがでしょうか。この辺ちょっとどうすか、やばいっすね。これ今回ほんと1万円ちょっとで買えたんで大満足です。多分これから第2弾第3弾と出てくるんじゃないかなと予測してるんですけども、また次の出たら欲しいですね。これは割と本当スポーティーな実用的なデザインも入りつつ、ファッションとしてもアンダーカバーらしさもすごい詰まっててかっこいい1枚購入できました。ということで今回はナイキ×アンダーカバーコラボウェアのご紹介でした。定期的にファッションコーディネート動画アップしてますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。